山諸、明日人生をかけたマウンドへ。初戦の勢いを維持して敵地に乗り込むためには絶対に負けられない模様。軽く完全試合やろ、ドン。ラッセン以来やな。多少打たれても意識が楽やろ。メンタル配慮された登板よな。壊れてもええやろ、全開でいけ。来年の PS に復帰すればええやん。こいついつも人生かけられてるな。イニング食えればそれだけで上原より上やぞ。人生かけた第一番、男山諸は下出陣。今日勝ったから人生をかけるほどではないやろ。2回目の登板は分からんけど、この期待値の低さが山諸のいいところでもあるんだよ。今日勝って楽になったやろ。初戦勝ったからなんてことないな。明日続け由伸頼んだぞ。おお、明日は山本由伸か。楽しみだ。ヤンキース打線を抑えてくれ。初戦勝ってよかったよ。明日の山本由伸のためにも。明日山本由伸が先発して大谷翔平がホームランを打って勝ったらほぼ決まるんじゃない。山本由伸復帰したばっかなのに毎回人生かけた登板なんよ。明日は1点もやれないとかは思わないで、できるだけ長く投げてブルペン休ませるくらいの気持ちでいける。ご視聴ありがとうございました。